将軍アッパレード。慶喜が江戸城で暮らすようになって数日が過ぎた。しかし江戸の日々は将軍以下優秀な家臣たちの働きにより盤石であり、基本的に平和である。そして早速時間を持て余す慶喜であった。平和だな。こんなところに扉なんかあったか。いやいや、昨日ここを通った時にはこんなのなかった。見るからに怪しいな。この扉の大きさは茶室か。中に何か、もしねえ。くそ、まあいい、勝つにでも聞こう。おかしい、扉がなくなっている。さっきは間違いなくあったのに。おいおい、怪奇現象か。お前いきなり呼び出したかと思えば壁と向き合って何やってんだよ。いや、さっきここに扉があったんだよ。朱色で小さい茶室の入り口くらいの。何の部屋か聞こうと思ったんだが。扉？どう見ても壁じゃねえか。その調子だとお前はあの扉を知らないんだな。お前、幻覚見る前に悩みがあるなら俺に相談しろよ。は？ただし俺はお前と違って忙しいからな。気が向いたら話を聞いてやる。聞く気ねえだろ。ふん。それよりここに来る道すがら家持様から自室に来てほしいとことづてを預かった。お前の用事はもういいだろう。行くぞ。おら、あったから押すなって。ったく、本当に家持ちのこととなるとお前はうるせえな。当然だ。へいへい。しかし確かに扉があったんだけどな。ふむふむふむ、あいつが新入りか。いや、もち入るぞ。失礼いたします。あ、ケーキ。海舟もごめんね、わざわざ出向いてもらって。いいよ、どうした。うん、あのね、実はケーキ、僕と一緒に学校へ通わない？え？実は僕、一般の学生として城下の学校へ通ってるんだ。城にこもって学ぶだけじゃなく、世の中のいろいろなことを知りたくて。おお。ケーキと一緒に学校に通えたらきっと楽しいと思うんだ。それにもっと仲良くなれるかなって。あ、もちろん勉強にもなるけど。お前そんな無茶してたのか。無茶じゃないよ、騒ぎにはならないよ、身分を隠しているし。ああ、でも海舟や家臣のみんなにはフォローしてもらったりとか、いろいろ迷惑をかけてしまってはいると思うけど。悪いけど面倒だから俺は。ふん！言って、喜んで通うそうだ。よかったですね。それより家持様、我々はあなたの志を尊敬こそすれど、迷惑などと思ったことはない。断じて。回収。いや、俺は行くよな。はい。本当にやった。あ、そうと決まればまず直輔に話をして手続きしなくちゃだね。ケーキ、手配は僕に任せて。行ってくる。あ、おい。こうして晴れて家持ちと共に一般学生として通学をすることになった慶喜であった。登校初日。おい家持ち、
俺とクラス違うんだろ。わざわざ付き添わなくてもいいって。いやでも心配だし、紹介だけね。え、吉富様、なんでこのクラスに？っていうか誰か知らない人と一緒に登校してきた。吉富様と一緒にいるのは誰？ケーキ、なんか注目されてるね。いや、それは明らかにお前が原因。視線に敵意が。おはよう。彼は秋宗、桃園の親戚なんだ。変な時期だけどちょっと事情があって転校してくることになってね。不慣れなこともたくさんあると思うから、いろいろ教えてあげてね。はい、吉富君のお願いならもちろん。王子の特別を作らない絶対不可侵ルールが。勝君は別だけど怖いから。でも親戚だって言ってたし、彼も例外なんじゃ。いくら親戚だからって王子の独占なんて許されない。王子はみんなの王子なのに。勝君は怖いからあれだけど。王子ってさすが家持ち。ほら秋宗、みんなに挨拶挨拶。おう。よろしく。何？私たち用事を思い出したから。またね。じゃあね。ごきげんよう。俺なんかしたか？もっと愛想よくした方がいいんじゃねえか？しただろ思いっきり。ほら。いや怖えよ。ケーキ、あの後はどうだった？結局あれから誰も目を合わせてこなくて、ろくに会話しなかったな。そうか。でも転校初日だし、焦らずゆっくりね。そもそも俺には集団の、それも学生生活で誰かと仲良くすることなんて不要だから別に気にしなくていいって。初日からギブアップか？根性ねえな。うるせえ。つうかなんでお前もしれっといるんだよ。明らかに学生って年じゃねえだろ。しっけえな。どこからどう見ても学生だろ。見えねえわ。お前自分の実年齢いくつだと思ってんだよ。勝君は怖いからその話題には触れられないとか言われてたぞ。海舟は僕のボディーガードみたいなものだから。ただでさえ忙しいのに僕のために学生のふりまでしてくれてありがとうね、海舟。はっ。そういうことだ。お前はどうでもいいが、家持様に何かあったら困るからな。突っ込むのも疲れた。ところで実はこれから案内したいところがあって。これがお前の案内したいところか？月に一度ここに来るのがお楽しみなんだ。おいしそうでしょう。疲れた時には甘いものだよ。お前疲れてない時でも甘いもの食ってるじゃん。っていうか量多くね。今日はケーキの初登校祝いだからね。ケーキ、ここのお店はどのスイーツも絶品だよ。たくさん食べてね。それじゃあ早速いただきます。くわっ、キュピーン。キュー。ふう、ごちそうさま。はい。え、何が起きた？カツ、いいのかこれは？ここに来るのは月に一度と約束しているからな。特別だ。それに甘いものを食べたら即歯を磨くこともお約束いただいている。家持様、今日も食後の歯磨きはしっかりお願いしますね。ちゃんと磨けたか歯磨きチェックしますよ。はい。歯磨きチェックって子供か。仕方ないんだ。僕本当に虫歯になりやすいから。こんだけ食えば虫歯にもなるだろうよ。
先生、歯磨き終了しました。どれどれ。よし、問題ないでしょう。念のためいつものようにこのキシリトールガムを噛んでくださいね。はい。それにしてもやっぱりスイーツはみんなで食べた方が美味しいね。いや、俺とカツはコーヒーしか飲んでねえけど、お前が楽しいならそれでいいよ。バカらしいと思ったけど、城にいても暇だし、とりあえずはいいか。こうして慶喜の江戸での新たな生活は幕を開けたのであった。次回、江戸城の秘密第2話、真夜中に響く不気味な声。おい、結局あの扉何だったんだ。